これからはいいよ、カボスポンズ。ゴー。はい、皆さんこんにちは。カボス TV ユージです。今日は、カボスを収穫したいと思ってます。で、まあ、この時期ですね、友人とかが、これからは鍋だとか、まあ、湯豆腐とかね、そういうのに非常にこうカボスポン酢を作るのに欲しいということで送ってあげようと思ってます。あとですね、11月からは狩猟期間にもう入ってしまうけん、こう鉄砲打ちの人が結構山に、いるんですね。だから山に入るときはちょっとこういう明るめの色で間違って撃たれないように、注意してます。市の有線放送に放送が一軒一軒あるんですけど、まあ、そこでも、今山に入るときは明るい服を着ましょうというような放送が流れます。今日も寒いな、昨日は雨が降っち、で今日晴れたんやけど、ちょっと風がもう冷て感じで、もうそろそろ冬に入ってくるんかなというような感じがしますね。はい、じゃあカボス見てみよう。はい、じゃあカボスですね。わかるかな、結構なっちゃうな、これたくさんなっちゃうけど、やっぱり、ちょっとキメが良くないですね。はい、はい、こんな感じですね。はい、ずっと、あとカボスはな、なんか柑橘系は多いと思うけど、こう枝にこういうトゲがこうあります。結構長いトゲがね、これが刺さるといけんじゃな、これだけ、こんトゲに刺さないようにハサミでどんどん切っていくような感じです。はい、ここたくさんついちゃうな。はい、はい、それではちょっと収穫してみましょう。はい、カメラを持って、まあとりあえず落としましょう、これをね、後で拾います。とりあえずこう余計取れたで、これ送っちゃうかな、まあ送る分だけ今回取りました。はい、これカボスポン酢で湯豆腐は美味しいね、これ絶対うまい、な、はい、こんな感じですね。カボスで湯豆腐いいよ、これから絶対うまい。じゃあ